はいどうも皆さんこんにちは、むけんです。土曜の丑の日にまあ近いってことでね、今からねこれ動画撮り終わったビールと砂肝じゃなくてね、こううな肝っていうんですか、あれをね今から食べたいなと思います。はい、じゃあまあそんなちょっとどうでもいい話が入ったんですけど、前回の動画ではね、竜王をレベル爆上げしたというレベル、動画でした。で、それ以降ね、竜王がね、やっぱ強いと、冒険でね、どこ連れて行ってもね、勝てるようになりました。先ほどね、魔獣の爪、この上級行ったんですけど、なんとかクリアすることができたんで、まあね、基本、やっぱり一匹をバーッとレベル上げた方がいいのかな。というわけで、ね、今回はね、プラチナメールの上級、これにね、行ってみたいと思います。まあ上級もね、やっぱあれかな、まあなんかこのモンパレの序盤の流れとしたら、その SS とかその辺をまずゲットして肉捕まえて、で、竜王とか、あとは S 以上のモンスターもしゲットしたなら、それに食わした方がいいかもしれないですね。でこの辺ね、結構強いっちゃ強いんですけど、なんとかね、竜王とかのおかげで、割とスムーズにいけてますね。あとは、その、悪魔系に強いね、武器。何バスターソードでしたっけ、なんか名前ありましたよね。デーモンソードかなんか。なんか、それをね、装備させてるんで、キラーマシンね。そのおかげもあってか、かなり、順調にね、倒すことができますね。まあ、基本ね、まあ、普通の、まあ、こいつは物質切りで大丈夫なんですけど、ベギラマか。部下にベギラマ、ベギラゴンがね、ちょっと MP 節約のためにちょっとやめさせましょう。まあ、淡々とね、割と倒せるようになりましたね。この悪魔切りがね、意外と、良くてね。まあ、この辺は淡々といく感じかな。はい、じゃあ、ルカには大丈夫。まあ、一匹死にましたけど、まあ、レベル上げようぐらいで連れて行ってる呪文系の、なんで、まあ、あとは大丈夫かなと。竜王がね、やっぱ爆上げしたことで、ベギラゴンがね、5、6発打てるんですよね。それがやっぱり大事かな。やっぱ強いモンスターとかはレベルをね、どかどか上げといた方がいいのかなと思いますけど。はい、じゃあ冷たい息だけを。はい、じゃあ戻しましょう。誰か通せばいいんですかね。この辺かな。ベギラゴンね、まあ、こういう時は使っても大丈夫なんですけど、冷たい息食らっちゃった。あ、ルカニか。まあもうこれ冷たい息食らうか。ベギラゴンでちょっとね、あんまりスペース空けちゃうと、ドカドカ行かれるんで、冷たい息どれぐらい効くのかな ?30 ぐらいか。ちょっとキラーマシンの HP がちょっと心配ですけど、まあ順調っちゃ順調かな。ちょっと食らいすぎかな。まあ、ベホイミ、ベホイミとかぶっちゃった。ベホイミちょっとやめさせましょうか。はい。おっと、ビギラゴンも、使っちゃった。もう結構早いんですよね、モーションから。もう攻撃が。はい、じゃあ順調ですね。あとは、ぶち切りぴったりですね。またビギラゴン死んじゃうか。MP があんまないのかな。MP28 しかない。結構飛ばしすぎましたね。はい、次はラストボスかな。今回の、シルバーね、まあ上級ね、勝てるとは思ってなかったんで、レベル60とかでも結構いけるみたいですね。ちょっとびっくりしましたけどね。はい、じゃあ倒しましょう。まあ、物質切りかな、今回は。悪魔切りは前回の、爪の方は悪魔切りでもいいかもしれないですけど、なんか危ないな。魔人切りが。あ、マジか。後ろが結構食らってんな。HP どれぐらいなんだろう。スライムの5しかない。もう、MP 回復ないっすね。まあこんな感じで、まあさっきはね、薬草使わずにいけたんで、爪の方はね。今回こっちの方はやっぱりそうでもないかな。あと、守備がね、かなり高いんで、相手の攻撃がね、竜王にね、あんま通らないんですよね。なので、心配といえば竜王の周り、このキラーマシンとかその辺の HP が
HP というか落ちるのが心配なんですけど、こんな感じで、ね、上級無事、最近はね倒すことができます。レベル60ね倒す日が来るとは思わなかったですけど、33から55、6までレベル上げたんで、爆上げしたんで3、4匹使いましたからね。というわけで、シルバーメイルゲットと、こんな感じでね上級もいけるようになりました。というわけで、やっぱレベル上げあれだな、その基本ねあれでもいいんですけど、そのガチャ経由でコツコツやってもいいんですけど、やっぱあれかな、こっちのこのデビルロードとかタイプ G、この辺で使わないやつもゲットして、でそれでメインモンスターに食べさせるっていうのがいいですね。まあ、竜王はかなり優秀でしたね。で早速ねこれ覚えたいんですけど、64あと10ぐらい上げないといけないですよね。10とまではいかんか、8か。だから転生ねちょっと後で回ろうかなと思うんですけど、肉がね結構増えてきたんで、またね、確実に捕まえに 70% ぐらいして捕まえに行こうかなって感じですね。はい、というわけで上級、まあ、シルバーメイルゲットしながらね、こんな感じでスタミナねかなり減りますけど、33、4ぐらい減るんですけど、まあ、それでもね、結構楽しくね、しっかりと防具を整えながら、着実に一歩ずつ進んでるなって感じですね。足りないのはあとジェムかな。キャンペーンも終わってねジェムが増えなくなりましたね。また300万ダウンロードとか言ってほしいんですけど、今ねゲームランキング、無料ゲームランキングでも80位ぐらいなんですよね。うん、まあアクセスで考えるとそんな感じなんでしょうね。まあピークは終わったんかもしれないですけどね、モンパレ今後ね、まあサービス拡大していってね、ユーザーが増えたりして、まあねそういったキャンペーンも復活しないかなという感じで期待しながらね、待ってるんですけど、まあ僕としてはね今レベルがパーティーレベルの34か40ぐらい上げたいところなんですけどね。というわけで、まあね今週来週ぐらいでねレベルまたあと2匹ぐらい突っ込めば、多分竜王もねレベルが60から64ぐらいにいくと思うんですよね。そっからがまあまたね、ギラのねそのギラグレード、この辺もねお見せできればと思うんで、その辺ね、楽しみにお待ちください。レベル90の灼熱はちょっと先すぎるんで、まあその辺からね足元から見ていこうかなと思います。じゃあ最後ね、合成して終わりましょうかね。モンスターだね。モンスターで左下の合成ですね。はい、じゃあこれちょっと金かかるんで、金あったっけ ?300 しかない。金がないですね。はい、じゃあまた今度ね、合成しましょうかね。はい、じゃあ今回は上級ね、クリアするとこを見せしたかったんで、そこの動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼しまーす。